コミュニケーションチャンスの続きで言うと、まあ、そっか。基本的には自動車学校での出会いっていうのはもうチャンスとみなしてるからね。そう、25日に、帰りに、俺初めて教わったその自動車学校のやつが帰り送るときもそいつだったのね。その25日初めて横についてくれたやつ。先生も移うん。動するってことなの？そうそうそう。荻窪自動車学校の所属する教官っていうのも、生徒と一緒にそこまで行くんだ。そう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 。ええー、で、なんか、先に行ってる人もいる、なんか。で、自分で運転できる人たちだもんね、その人たちは先生だから。そう。まだ免許ないんですよとか言ってましたけどね、そういった。まあ結構、よく喋る人で、うんうん。俺もいい大人だけどさ、大人でよくいる、よく喋るなってやつっていうか、なんつうんだろうな、感じで。薄いトークをいっぱいするみたいな。薄いけど明るくて、でもたまたま乗った子が、唯一、俺とその、今の時期にマニュアルやってるのが、その女の子で、俺とその子だけだったのが知ってたの。あの子もマニュアルなんだよねって言ってた子が乗ってたの。で、その子も、どんな感じなんだろうって見てたら、がっつりイヤホンとかヘッドホンもしないし、だから、なんかマニュアルって聞いてますけど、なんでマニュアルにしたんですかみたいな、急に聞いてみた。おいや、すごいね。すごいな。たら、マニュアルの方が楽しそうだからとか言って、その発言で分かったのが、日本人じゃなかったの。へえ、あ、ちょっとなまる感じが。中国人の女性だったの。あ、そうなんだ。そう、全然見た目がさ、日本人っぽくて。今までその行きのマイクロバスに乗ってたこともあったんだけど、もちろん誰も喋んないから分かんなくて、ちょっとなまってた。なまってたっていうか、そう、日本語は話せるんだけど、あ、中国人の人なんだと思って、そしたらなんか、結構喋って、なんか、しかもその子の理由がマニュアルの方が楽しそうだしっていうのと、あと、いっぱい覚えることがあるから、日本語も喋れると思ったからとか言ってた。おお、確かたに、だ、まあ、その子はむしろ日本語どんどん喋りたい子だったの。じゃあもうチャンスだと、むしろ向こうも。逆にチャンスだってて、もうあっちも待ってましたぐらいの感じだったんだと思って。なるほどね。そっから喋るで、しかもそのさ、さっき言ってた運転手のやつもさ、よく喋れてたから、この間の入ってこなかったカナダ人の時の教官と違くて、もうその人もガンガン入ってくるの。おうおうおお。でもすごい、帰り、ずっと喋って帰って、中国のいろんなこと聞いたり、なんか、ええー。それがそもう、いい世界だ。う、いい世界だった。なんか全員のがマッチする世界があるんだ、みたいな。確かにね。それ、もう一人でも、参加しないやつ一人いるんだっけ？その会の時って一人、ずっと黙ってるやつもいるってこと？その時はその3人しかいないから、全員参加だ。全員いるやつが。参加。で、当日、本で、まあ、それが最後の練習日で、27日の本番を迎えて、これがすんげえ、もう待ち時間がめっちゃ長かったんだけど、まあ、それはいいと。まず順番的に言うと、まあ、朝8時ぐらいに、府中に自分で行って、で、まあ、説明聞いて、なんか、その2階の教室から、教習の場所まで、そのなんかね、部屋の端っこに非常階段みたいなのがあって、すぐ路上に出れるところが。で、なんか外に行って待合室で待ってんだけど、外にもまた、ちっちゃい小屋みたいなのがあって、待ってて、でも俺もうめっちゃ緊張してて、いや、もうすっげえ、落ちたくないな、どうしようとか、あともうみんな15分、20分後ぐらいにはみんなもう、自分の番が回ってくるみたいな人たち。一人の女の子が、なんかドアがバタンって閉めちゃって、なんか、ごめんなさいみたいなこと言って、いいキャラしてんなと思って。普通も
なんかみんなバタンバタン入ってくんだけど、別にもうまあそういうもんかみたいな感じで何にも言わないけど、なんかごめんなさいみたいなことを言う子がいて、やっぱっていうかなんか喋りそうだなと思ったんだけど、なんか隣の女の子に話しかけてるの、し始めましてなのに多分。すごいね。へえ。緊張するみたいな話をしてて、うん、で俺がその小屋からもうそろそろもう次俺だから外に出たのね、うん、そのあったかい小屋から、うん、出てもう本当にあったかい小屋その外のベンチにもう車がこう止まって、前に止まってくるもうベンチに、サッカーのあのベンチみたいなところに出て、うん、で待ってたらその明るそうな女の子とその、うん、そいつに話しかけられたやつも俺の横に出てきたの。隣でね、赤の点滅って言っていいんだっけとか言ってたんだよ。ああ、そういう話な。待って待って待って。はい。こっち点でそのレベルの話するんだと思って。でもなんか俺ね、それとそれで逆に緊張が取れたの、なんか。惑わされるっていうことはなかった。逆に、当たり前のことをそういうふうに言うから、え、ちょっと待って、ちょっと待ってみたいな、みたいな、その可能性は、えみたいなさ、その逆の。逆に。このその学習の段階で仮面来ちゃってるやついるんだと思って赤点滅さ一時停止でしょって思わずもう言っちゃって俺もう、うん、言った横にそしたら、そしたら、うわ、え、そうなんですかみたいな二人でなっててよかったとか言って、その横の二人の女の子がさ、その知識で仮面絶対落ちんじゃんと思って、でなんかいろいろ説明してあげたら、なんか一時停止もどれか分かんないみたいなこと言ってて、あ、どれか分からないって、一時停止線が分からない、目が悪いっていうことかね。いや、目が悪いんじゃなくてもう分かんないって言ってた。だって看板出るでしょ、だって基本的に。いや、そうなんだけど、でもそんなの 見れない見えないって言ってた。もうダメだ、免許取ってほしくないよ。それはもう免許取ってほしくないよね、そういう人はもう取ってほしくないよ、そんな人はもう絶対受かんないでほしいよでもなんかすげえ話とかして緊張がちょっと取れて、で俺ついに俺の前のやつが、はい、出てきたの、うん、戻ってきたの、行きますっつって、うん、行こうとしたらなんか俺の一個前のやつがなんかね、うざいのがこう警察官が座ってて、うん、その運転手がいるじゃん、うん、そしたらね、まあ、当たり前かもしれないけど、こう、じゃあ、外に出てく際って、なんかね、外を回って、そいつの助手席の外で、なんか、お伺いをしなきゃいけないみたいな時間があるの。え？ちょっと、どういうこと？え？なんつうの？終わったら、出て、荷物を持って、そいつの助手席の横に、外から回り込んで、やだ。中でなんか偉そうになんか嫌だ言って、なんかで受けた人はこうやってなんかこう腰を中腰にして話を聞くみたいな。あ、それ嫌だ。そいつその屈辱、そいつ多分落ちたんで、落ちてなんか注意されてたの、うん、こうした方がいいみたいなこと言われて、あ、こいつ落ちたなと思って、うんうん、俺の方一切見ないで、うん、次の方準備してくださいってそんなに大きくもない声で言って、うん、俺はそれを聞き取ったから、うん、いいけど、え、そんな声で言うんだと思って、言って、まあ、とりあえず、まあ、対応したの、まあ、言ったよなと思って。こう、車の周りを2周した？ 1 周した。2周はした。1周して、なんか、って言ってた段取りと違って、まあ、そういうやつもいるよとは聞いてたんだけど、うん、なんか、最初さ、電気だけスタートさせてさ、ミラーとかさ、うんうん、エンジンをかけない状態にして、いろいろミラーとか椅子とかハンドルとか合わせて、うん、で準備ができたらエンジンかけてスタートって言われてたんだけど、うんうん、その教官がたまにいるよって言ってた、うん、じゃあエンジンをかけて準備してくださいって言われたの。あ、いきなりね、うん、そう、なんかそれもちょっとまあ、テンパって、まあ、できたんだけど嫌だなと思って、うん、罠なのかな、それって。そう、罠なのかなと思って、なんか言われても、あ、ちょっと待ってください、エンジンの前に車検調整するんでみたいな
なんでチキショーっつって丸、ああ引っかかんなかったかっつって丸みたいな。それそこは多分違うと思うけど、でなんかもう俺の方とか一切見ないで、なんかまあそうなんだろうね、直進して右に曲がってくださいとか言って、あはいはい、今流行りの AI で、そう突き当たりを右とか、こっち分かりましたとか言えばいいじゃん、そうそう、その4番を左とか、なんかもう言い方とかもなんかうざく、4番を左ですねとかと言いたいやん、こっちもそんな余裕だった、さすがにそれとさイラッとした、ん絶対絶対さ言いなかったね、さそう言って言われたら、んうんっていう、初めて見てくれんじゃん、そしたら、うん、いじってきた、俺をいじってんのかなみたいな結局戻ってきて合格ですってなったんだけど、合格ですって言って、でね合格した人は多分ね、なんかね警察のピーポくんがあるなんかね、うん、のが書いてある、なんつうんだろうな、なんか病院の診察券みたいなぐらいの厚プラスチックみたいな、うん、でカードリーダーみたいなのがついてるのをなんか事前に持ってたのね、うんうん、あじゃあありがとうございましたっつって終わったら、なんかまた俺の方見ないでちっちゃい声で、うん、カードとか言って、はいっつって、うん、カードとか言って言ってきてうっざーと思って、何それって、もう焦って出してさ、それにさ、あすみませんこのカードをあのお預かりしていいですかとかって言えばいいじゃん、今はね俺の方見ないで、俺がこっちに、うん、俺が斉藤さんだとしたら、カードうわうざでさ、あれさ、ええ何ですかって言ったら、カードとか言って、なんかキムタクのさ教官の怖いドラマみたいなやつだけど、それの真似してんのかな、キムタクに憧れてんの、ドラマのキャラなんじゃないそれ、現実世界にそんなやついるんだな。でさその後もさ、なんか何のタイミングで俺を見つけたか知んないけど、俺が休憩してたら俺を見つけたか知んないけど、なんか呼んでそいつが、うんうん、でこれをなんか1時になったら、まだ10時ぐらいなんだよ俺、だからすぐ3時間から待ち時間あったんだけど、うん、1時になったらこれをこの4番の座席にいればも仮免許をもらえるから、うん、行ってくださいみたいな、うんうん、はいじゃあとか言ってその部屋から出てたの、うん、えっでもその4番ってどこだよとかも言いながら、したら俺がそこの場をさ、その場所をね、探そう。そこ、今説明受けたのは3階で、その、ここにいてくださいっていうのが1階だったのね。じゃあそこを探そうと思って1階に行こうとしたの。うん。そいつはもう2、3分前ぐらいにその部屋から出てんのね。うん。で、荷物まとめて行くかと思ったら、なんか階段の途中ですれ違って、うん。すれ違ったというか、そいつが俺を呼びに戻ってきてて、うん。ついてきてって言ったじゃんって言ってて。いやお前全体的に声小さくねと思って、変わってる人なんだろうね、もう単純にね、変わってる、いやちゃんとで一緒に行きましょうとか言ってはっきり言えばいいじゃん、うんうん、途中で俺がすれ違ってついてきてちゃんととか言ってバカやばと思って、うん、それはもう誰もが無理だよ、誰もがそう思う、これ。いやでもさ、そいつさ毎回それやってたらさ、俺声ちっちゃいのかなとかさ、うん、俺がおかしいのかなって普通になるじゃん。違うね、全てが自分にとって技が決まったと思ってんじゃない。ああ。で、いつも相手がおかしいと。つまりカードも一回カードって言った時に出てこないわけじゃん。うん、それで1ポイントゲットだね。よしよし。俺のカード決まったなっつって、いやだからみたいなね。実際やりたいわけよ。ああで、そういうふうに自分の技なんじゃない、なんかその、で、ここにね、行ってくださいっつって、で、出てって、ついてきてって言いましたよね、みたいな。それを、このトークを聞いて、誰かが、ちゃんと、あそういう人いるんだと思って、そいつをさ、攻略できるかもしれないじゃん。ああ、この人、カード、あっ、パッ、で、その場所の話だったら、すぐついてるみたいな、もうぴったり。ああで、初めてそいつを。いつか怒ると思ってるってこと
そいつがだからうわ初めてだこのパターンみたいな、俺の思惑が全てクリアされていくみたいな。何のゲームやってんだそいつマジで。でもその管理免許交付するすぎおばちゃんはすもう警察なんだけどさ、うん、何そのおばちゃんは明るくてハキハキ喋ってさ、でも人によるんだろうな。そうだった、あいつは本当もうプライドがもうズタボロのやつ。プライドズタボロくん、ズタボロくんって僕もうでも会うことはないでしょそいつに。わかんない、本命の時そいつかもしれない。ええー、でもなんかさ、ドラマとかだとその場合ってさ、意外とね、こういう出会いって、後から他の人に、いや、あなたはでも、なんか、見込みあるんすね、みたいな。あの人にあんだけ言われてるのは、久々ですよ、みたいな。ああ、そんな。あるよ、そういうの。なんか、気にかけて、まあ、あの人気にかけてもらえるから、ちょっと、なんかすげえ、みたいな。あの人が、口聞くのってあんまないんすよ、みたいな。だから最後の日とかいきなり、おい、ラーメン行くぞとか言われるじゃん。って言う。しかも食堂で奢ってもらえる。最後の方に、何言ってんだおめえ、待ってんのにお前、ラーメン行くぞみたいなの。そういう感じになっちゃうよ。それだったらちょっといいやつだけどさ。3時ぐらいに。おやつ。でもそれさ、えっていう。そのもう一回会ったで言うと、その元気そうな女の子とまた終わった後会って、うんうん、どうだったって言ったら落ちたって言った。まあそれはそんだよなって感じなんでしょ。話聞いてると。最後のそのお伺いの時間に、うん、にな言われたのが、うん、なんで一時停止のとこで止まんないのって言われたの。もう案の定やっぱ本当に分かんないんだと思って、ここえなんかすごく俺興味あるわその人。もうなんか、まあ、車の免許に関してはそれでもういいじゃん。他にもさ、うん、いろんな話したいよね。そう、例えば靴屋さん行って自分にぴったりの靴見つけてこれるっていうのを見つけてこれなそうじゃん。怪しいよな。なんかえ天候上じゃねとか、ちょっときついんだよねみたいな、あそういうの一個上の方がいいんじゃないみたいな感じのことになってそうじゃん。天然なのかな。なんか何かうまくいくこと、あ、だって一時停止ができないで結構やばくない？うん。で、それってさ、他にも当てはまっちゃうじゃん。例えばなんか料理とかできんのかなとか。見た目めっちゃ綺麗で、めっちゃ美人で。興味深、若い。若いと思う。いや、でも30前半ぐらいかな。で、終わった後なんか、俺初めてだったのになんか触ってきて。え？あ今でもほらホログラムの実態があるかないかっていうね、どっちか分からない。このおじさん本物か。おもろいやつだなと思って。でもそいつのおかげで緊張取れたからマジ天使レベル。